YouTube をご覧の皆様、小松花美です。よろしくお願いいたします。私は以前秩父市役所に17年間勤務していました。秩父市役所にいる時の課題として市民と市政の距離感というのがあります。この距離感というのは秩父市の市政に興味があるとかそういうことの、差が生じているのかなという気がしてなりません。またこの差を縮めるために興味を持っていただいて市民の方々とそして市職員市政をつないでいくお手伝いをしたいと思います。ぜひともよろしくお願いいたします。